どうも、こんにちは、こんばんは。チャンネル登録者数1万人を目指す朗読チャンネルを運営している1万です。えー、本日もこのコーナーでは今日朗読していく作品を紹介していきたいと思います。えー、また、すぐに本編をご覧になりたい方は概要欄からスキップができますのでそちらをご利用ください。本日朗読していくのはですね、モーリス・ルブラン作、探偵小説アルセーヌ・ルパンです、えー。モーリス・ルブランはですね、 えー、モーリス・マリー・エミエール・ルブランという本名で1864年生まれ1941年没のフランスの小説家です、えー、この「アルセーヌ・ルパン」シリーズなんですけどまず最初の作品が1905年に発表されましてすぐルパンって捕まってるんですねでその捕まったことでこのシリーズは終わったっていうはずだったんですけど このアルセーヌ・ルパンシリーズがすごく人気になったのでぜひ続編を書いてくれと言われて長く愛される作品になっていったようですものすごい数の作品が生まれていったようですねでこの「ルパンを書いていく」ということに関してモーリス・ルブランの中では大衆小説を書くことに身を落とすっていう表現を えー、してているような部分もあっモーニス・ル・ブランドの中では葛藤があったようですね。それでもルパンを描いていくという決断をしたのは当時の金銭的状況というものもあったようなんですけれども、えー、そのおかげで今こんな素敵な小説を読ませていただいているっていうことなんでねありがたいなと思います、えー。世界的に有名なキャラクターアルセーヌ・ルパンの活躍をぜひ、えー、お楽しみください。 それでは改めまして本日朗読していくのはモーリス・ルブラン作探偵小説アルルセーヌ・ルパンですそれでは本編をどうぞモーリス・ルブラン 探偵小説「アルセーヌ・ルパン」1今から3年前のことであるブレスト初の列車がレンヌ駅に着いた時その1か所の扉の破壊されているのが見いだされたこの貨車はブレジリアの富豪スパルミエント大佐の借り切ったもので中には つづれ錦の壁布を入れた箱がいくつも積み込まれていたが箱の一つは破られて中の錦の一枚がなくなっていたスパルミエント大佐は夫人と一緒に同じ列車に乗っていたがこれを知ると鉄道会社に談判を持ち込んで1枚が盗まれても他のものの値打ちまで非常に下がるからとで莫大の損害賠償を請求した問題は起こった 警察は犯人の捜索に主力を集中した鉄道会社でも少なからぬ懸賞金を投じてこれに採援したこの騒ぎの真ん中の警視庁へ1通の手紙が舞い込んだ開いてみると今回の窃盗事件はアルセーヌ・ルパンの指揮のもとに行われ贈品は翌日北アメリカへ向けて送られた という文面である警視庁はにわかに活動を進めたどうやサンラザール停車場で1刑事のためにかの錦式が1氷の中から発見されたこの窃盗はルパンの失敗に終わったこれを聞いたルパンは怒り絶頂に達して直ちに筆を取って スパルミエンと大佐に一生を送ったそれにはこう書いてあった先日はただ1枚のみ頂戴しましたその時は1枚だけでよかったのですがそれを書くお取り戻しになるにおいては小生にも考えがあります今度はきっと12枚全部頂戴いたします 右前もってご通知までアルルセーヌ・ルパン2スパルミエント大佐はフェイザンドリー街とジフレノア以外の角にある邸宅を構えた大佐は頑丈な体格の持ち主で広い肩黒い髪また 銅色の皮膚も屈強に見えた。夫人はすこぶる美人ではあるが生来保留の質でこの間の壁布の紛失事件の時でもひどく恐れを抱いてこんなものがあるとどんな恐ろしいことになるかもしれないからいくらでも構わない早く手放した方が安心だとしきりに夫に説いたほどであったが大佐はなかなか強情なたちで 女たちの弱音ぐらいに凹む人ではなかった従って錦は決して売り払われはしなかったでも十二分の用心をして設備を加えたり盗難保険に入ったりした第1番に庭の方に向いている家の正面だけを警戒したら足るようにと裏の方のジフレの愛外貝に向いた方は下から上まで 窓も入り口もすっかり壁を塗りつぶしてしまったさらに式の飾られている部屋の窓という窓に秘密の装置を施してちょっとでもこれに触れると家中の電灯が一気にパッと灯り同時に電齢がけたたましく鳴り響く仕掛けにした保険会社の方ではそれにもなおは来足らず3人の探偵を選んで給料は先払いとし 夜になるとこの屋敷の開花にあって警戒させた3人の探偵は経験もあり主練の刑事でルパンを旧敵のように思っているものばかりであった大佐邸の使用人は長年使い慣れてその性質は分かっているので大佐がこれを保証したこうして絶対に盗難の憂いをなくするため ほとんどののように厳重な設備が出来上がでったので大佐はいよいよ邸宅改築の披露を兼ね自慢のつづれの錦を転換させるべく一石地球を招いた集まった人々は大佐の入会しているクラブの会員夫人新聞記者工事課美術批評家というふうに種々雑多な人々であった客は門を入るや否や まるで漢国へでも投げ込まれたように思わされた階段の下には例の3人の刑事が仁王立ちになっていて鋭い目玉をぎろつかせいちいち客から招待状を受け取りおまけにうさんくさそうにじろじろ顔を見たほとんど身体検査をされ指紋を取られんばかりである蟻の入る隙間もないとはこのことであった 大佐は2階で客を出迎えてこの行産な警戒をわびたりそして錦の安全を期するためにはほとんど万全の策が取られたことを誇ったりした夫人はさも諦め顔になって大佐のそばに従っていた若々しく美しく気品があってぼうぼうとした金髪真っ白な肌なよなよとして なめかしい中に憂いを含んだ様子はまだこのほどの事件の驚きが消えうせぬようであった客の全てが入ってしまうと門も玄関のともぴたりと閉まったそして彼らは扉の二重になっている陳列室に入ることができた部屋の窓には大きな鎧戸がある他に鉄の格子が張ってあったその中に 12枚のつづれのが陳列され錦というのはウィリアム征服王に従ってきた武士の子孫が16世紀の頃アラスの名工エジエ・ハン・ゴセットに織らせたもので織り出された図は英国征服史であるそれが500年後英国のある古城から発見されたのであるそれを大佐はどうしたものか わずか5万フランで買い入れたのだというが実際の値段は10倍以上もあるものであった12枚の中一等美しくて立派なものはかつてルパンに盗まれて再び取り返したものであるそれにはウィリアム征服王の軍に踏み破られたハスチングスの民の類々として積もる無残な死体の中にエジスが首を差し伸べつつ 愛人チキソン号ハロルトの屍を探している世にも憂わしい図が書かれていたその素朴な美その色覚めた中にある画種人物の姿は惨端哀愁人に迫るものがあった客はこの名が名義の前によって思わずうっとりして我を忘れて簡単の声をひさしゅうした 薄明の王妃エジスのうわしい姿は百合の花が雨に打たれた風情とも見られた見よ彼女の白衣は収々と吹き返る風に翻り歩むも危うきすねもあらわに空に広げた細腕にはあらゆる恐怖とあらゆる悲愁の情が刻まれるとも見えたああ絶望の微笑を浮かべた横顔それは誠に 世にもたいななきあれさであったなんという悲しいほほ笑みでしょうそしてなんという美しいほほ笑みでしょうスパルミエントさんなんだか奥様を思わせるような顔つきではありませんか一批評家はふとこう言ったほかの人々はそれを熱心に聞いていたまったくですね私もすぐそう思いましたよ あの首筋のしなやかな曲線その細い手横顔といい姿といい物腰といいどうも似通っていますねえはははそうですかなあ実は私がこの壁布を買い求めましたのもこれがよく似ていましたからですよいやそればかりではありませんどうも妙な縁で 家内の名もエジスというのです大佐はなお笑いながらでも何ですね壁布のエジスと家内のエジスと似るのは結構ですが家内が夫の死体を探すような運命にはなりたくありませんな私は死にたくはありませんな話はこの辺でおしまいにしようじゃありませんかでも この壁布がもし取られるようなことがあったらさあそうなったら私も自殺しなければなりませんなあはッはッ大佐は大口を開けて笑ったがその笑い声は決して陽気なものではなかったこの後この夜のことが話題に上がった時人々はこの時のことを思い出して お互いに旗と声をのんで息を殺したということであるこの時の来客は一人としてこの冗談に応えることができなかったしばらくして一人がこの不吉な冗談を打ち消すように「でもスパルミエントさんあなたはハロルドという名前ではないじゃありませんか」と言った大佐は快活に、 そうです。私はハロルドとは言いません。そしてハロルド王に似ているところは少しもないでしょう。だからこの点は安心ですよ。とこの大佐の言葉の終わるのを待っていたように、窓の方にあってガゼンとして一声強く激しい電雷が鳴り響いた。同時にスパルミエント夫人はキャット叫んで夫の腕に倒れるようにすがりついた。 どうした、どうした、と大佐は夫人を抱きしめた。来客一同も思わず水を浴びたように固くなって窓の方を見た。どうしたんだろう、どうも怪しい。あのベルの装置を知っているのは私より他にはないはずだ。と、今度はにわかに電灯が一時にパッと消え、あたりは真の闇になった。 そして下から上まで部屋部屋の伝令が耳もろうせんばかりに一時になり始めた一同は狂人のようになってうろたえ騒いだ逃げ惑った夫人たちは悲鳴を上げて泣きわめき男たちは閉めた戸口に折り重なりどんどん戸をたたき押し合いへし合い我先に逃げ出ようとして人を突きとまし倒れ踏みつけた ちょうど狂犬に追われるか爆弾を投げつけられたような騒ぎであった。大佐は声をはげましてその混雑を制しようとした。どうかお静かに騒がないでください。大丈夫です。今明かりをつけます。スイッチがここにあるんですから。この隅に。大佐は客をかき分け陳列室の角にいった。 とっと灯った。と同時に伝令の音もぱったりと止まったかはある誰かが叫んだがんしかし夫人は二人気絶していた。 スパルミエント夫人も失神せんばかりになって真っ青な顔色をしてブルブル震えながら夫の腕にすがりついていた男たちもみんな顔色を失ったりカラーをゆがめたりちょうど格闘の後のようなさまであったそれらの人々はみんなかの錦式の壁布の盗まれたものだと思っていたのに壁布は元のように壁にかかっているのが なんだかおかおしいいくらいに思えた。その他にも人間より他に動いたものは何もない高価な額も無事にかかっているそれにあんなに家じゅうが真っ暗になったり伝令が鳴り響いたりしたけれども出入りを警戒した探偵らには何の異変をも認めることはできなかった一人だって外から入ったものもなければまた入ろうとしたものもない 大佐はようやくを開いて、ベルの装置は陳列室の窓ばかりですしそれにその仕掛けを知っているのは私一人ですがそれを締め直しておかなかったのです来客は声を上げて打ち笑ったそして誰も今自分がとった就労労媒のありさまを決まり悪く思って笑い濁した でもなんだか急に空気が重苦しく感じてみんな一時も早くこの家を去りたいと思ったただ2人の新聞記者だけが後に残った大佐は夫人を女中どもに預けた後この2人の記者と警戒の探偵3人とでともどもに屋敷内隈なく調べたけれど怪しい点の何者をも見いだすことはできなかった。 そこで大佐はシャンペンペをあげた。そして新聞記者は帰っていったそれは夜中の2時45分であった記者を送り出すと大佐も寝室に入り探偵たちも例の部屋へ引き取ったでもこの探偵たちは部屋に帰っても寝ることはできない夜通しで庭を見回ったり陳列室を覗いてみたりして警戒をせねばならなかった しかしこの規定は朝の5時から7時までは眠ってよかったそれは外にはもう日が昇ってもしものことがあっても伝令が少しでも響けば誰も目を覚まさぬわけはないからであるところが7時21分に探偵の一人が陳列室の扉を開けて例のようにのぞいてみると壁布が1枚だってなかった 彼は気も遠くならんばかりに仰天したあまりのことにうろたえたかこれを早速大佐には告げないですぐに警察へ通知したひとまず主人に通知した上で警察へ通知したとて遅いことはない何もそれがために警察の仕事がうまくいかないようになるということもないとその計らいは評判が悪かった彼がこのことを大佐に告げたのは 8時半であったこの時大佐は外出の支度をして今にも出かけようとしているところであった大佐は探偵から異彩を聞き取ったがさほど驚いた風を表さなかったいやこれは大きな驚きを抑え隠してうろたえた場面を見せまいとしたのであろうでもさすがの大佐もついにたまらない風にどかりと椅子の上に尻餅をついて しばしはぼんやりと口もきかなかった探偵らはこれほどの強情な人がと思ってその心中を十分に推察することができたまもなく自分に帰った大佐は気を取り直して陳列室に入り錦の壁布のはぎ取られた壁を改めていたがやがてテーブルによってさらさらとペンを走らせたそして一通の手紙は 鑑定に渡された。私は今大急ぎなんです。至急に訪問しなければならぬ人がありますから、この手紙を警察の方がおいでになったら渡してください。かしこまりました。大佐は手紙を渡すと、イライラして走るように出て行った。しばらくその後姿を見送っていた探偵は、 その時のそわそわした落ち着かぬ様子を後で思い合わせることがあった警視庁から警視がやってきた大佐の置き手紙は開かれたそれにはこんなことが書いてあった愛する者に悲しみを見せるのは忍びないことであるけれどこれも運命だと諦めてくれお前の名は 最後まで思い続けるであろう人々はあっとばかりに驚いた哀れ大佐はあまりの失望からついに自殺を決心したのである一辺の遺書はいたずらに気丈に翻ったああ大佐は果たして自殺するだろうか遺書は直ちにスパルミエント夫人に届けられた 夫人の驚きはくどくどしくとくのようはあるまい多くの人は八方に走り出た大佐の行方を草を分けても探そうとするためである夫人はその人々の吉報を今か今かと首をなごうして待っていたけれど時間は遠慮なくたつばかりでまだ何の消息もないとその日の暮れ方 ビルダブレイという町から電話がかかってきたただいまトンネルの出口に顔の形もないように無残に歴殺された一人の男が発見されたもとより確かな根拠のあるわけではないがその服装や所持品などからどうも大佐の人相書きと符合する点があるというのである夫人は取るものも取りあえずビルダブレイへ急行した その夜の夜時過ぎ、停車場前に自動車を降りるとすぐ駅内の一室に案内せられて眼前に横たわっている一個の死体の覆いを取られて見せられたまさしく夫の死体であることを一目にして承認した哀れにもスパルミエント夫人エジスはかの錦の壁布に描かれたエジス王妃と 今こそ運命を同じくしたのである社会の同情は着せずして夫人の一心に集まったと同時にアルセーヌ・ルパンに対する興奮はその極みに達した世論を尊重する一新聞は例のごとくルパン攻撃ののろしを上げた今回の事件は 彼に対して今まで与えていた行為をゼロにするものであるアルセーヌ・ルパンはこれまで幾多の罪悪を犯しているしかし彼の相手たる者は常にあいまい銀行とかドイツの家族とか山氏とか秘密性格等であって悪者に対して悪事を働いていたのであった中にも最も許すべき点は 人を傷つけとということである強盗はしても人命を害するようなことは彼のさくるところであったところが今回の事件はよし自分手に手を下したものでなくとも彼の命をもってすれば明らかに自殺を予想することができたであろうにここに流血の惨事を引き起こした罪は到底彼の免のるべからざるところである彼の名前に ついに赤い血潮が塗られたこれは神人もに許すあたわざるところである4知るも知らぬもスパルミエント未亡人に同情を寄せたと同時にアルセーヌルパンを憎むこといよいよ甚だしくなった 中にも前夜招待された人々は事に悲痛に心を乱し嘆き沈んで身も世もあらぬ未亡人を取り囲んでは口には言わねど伝説のエジスにもさも似たる悲惨な身の上に涙を注いだしかしまた遺憾なくこの窃盗に成功したルパンの非凡なる手のうちには誰も舌を巻いて簡単せぬわけにはゆかなかった警察は たちに盗み出し方法を説明しをそれは陳列室の窓が3つ開け放されてあったことが探偵の調べによって判明したがルパンやその手下はこの窓から忍び入ったのであるというのであるその推定は当たっているかもしれないでも第1庭の門をどうして入ることができたのだろう誰にも見とがめられずどうして入って どううして帰り,去りつることができただろう第2に庭を通れば壁や梯子をかければならぬがそこには何らの形跡をも何ら怪しむべき点をも見いだすことができないのはどうしてだろう第3にあれほど修道なる警戒設備が整っているのに邸内の伝統伝令にいささかの故障なくその鎧戸いや鉄格子をどうして開けることができただろう 疑問の石は水の表面に投げ入れられた波は起こって広がったまず警戒の任に当たった3人の探偵にこの波は打ち当たった予診判事はこの3人を長いこと取り調べたがそしてまた彼らの私的生活についても詳細に探られたが3人が3人その行為は最も正しく いささかも後ろめたいような点はなかったこうして盗まれたつづれ錦の壁布予備陸軍大佐の死に値する愛像の行方はいかん波は広がったいよいよ高くさかまくように広がったここに警視庁刑事主任ガニマール氏は ソーニャクリシュノフの王冠事件のあとルパンの部下より探知したたくさんの証拠を握ってルパンの後を追い回していたが何の得るところもなくふらりとパリに帰ってきた帰ってみれば今まで自分が追いかけていたはずのルパンがこの大事件を起こしているのであったガニマール氏はまたしてもフグ大天の敵アルセーヌ・ルパンのために ううまうまと一枚食わされたのであるガニマール死をしてルパンが東洋方面に逃走したらしく思わせたのはルパンの計略であってこれはこの名探偵をパリの外へ追い出しておいてその留守にうまうまと錦の壁布事件の大事件をしたのであるガニマール刑事は無念の鋼を食いしばって悔しがった 彼は直ちに捜索課長から2週間の猶予をもらって旅行も解かずその足を持ってスパルミエント夫人を訪ね必ず府君スパルミエント氏のためにあだを報い心を休んで締めるであろうと誓ったしかしよし敵を撃ってもらったところで死んだ夫が生き返るわけはないエジス夫人は一度受けた胸の痛みが癒えるはずはなかった 泣く泣く野べの送りを済ませた夜3人の探偵は引き取らせ1人の老木と浪費だけを使うことにした探偵たちを見るとつい亡き夫のことが思い出されて悲しみをそそったからであるこうして一間に閉じこもったきり何事も手がつかなかったすべてのことはガニマール氏の優うがままにしておいたガニマール刑事の方は にに立ててこもっっ刻調査にかかった彼の緻密な頭脳はかの大きな疑問の波を押し分け押し分け進んだ詳細な研究は次第次第に進められた近隣で問い合わせたり家の組み立てを実写したり20度も30度も伝令を鳴らしてみたりこの名探偵はあらゆる能力を絞った。 ははめののの計画の2週間は過ぎたた。が、事件は依然としてごり夢中のうちにあった刑事はさらに延期を願い出た捜索課長寿髄氏が心配してガニマール刑事の研究の実況を見に来た時には刑事は陳列室の前にはしごをかけその上に登って一心に考えていたしかし刑事の脳中には 本件の解決に関して少しの巧妙も見出さなかったのである。でもその翌日寿医氏が再びそこを訪れた時にはガニマール刑事は新聞紙を前に広げて身も魂も打ち込むように思案していた初めは寿恵氏の問いにも答えようとはしなかったが強いて訪ねていると刑事は重い口を開いて「分かりません。 全くわかりませんがここにほんのちょっと不審に思うことがあるんですでもそれもどうも当てにはなりませんがすると君はどうするつもり課長どうかもう少し待ってくださいどうぞ本件は万事私にお任せくださいそしてそのうち電話をかけましたら大至急で自動車でおいでを願いします その時こそ本件のの秘密の鍵を握った時としはジュズイ氏は満足して帰ったとそれから3日経った朝課長のもとへ一通の電報が届いた差出人はガニマル刑事で文句は簡単に「リーユへ行く」とあるのみであったうーんジュズイ氏は考えた なだだってリーユなどへ行くのだろうその日も次の日も刑事からは何の頼りもなかったしかしジュズイ氏は落胆しなかった彼はガニマール刑事を十分に信頼していた右腕と頼む刑事主任の人物をよく知っていたガニマールの一挙手一投足には必ず確信ある根拠があることを疑わなかった 2日目の夜突然寿恵氏に電話がかかってきた課長課長ですかああ君はガニマール君はいそうですしてその後の模様は捜索課長寿恵氏もガニマル刑事も共に用心深く相手がそれに相違ないことを知るまでは軽率な口はきかなかった そして双方を愛求める人に相違ないことを知るとようやく安心した刑事は言葉せわしく言い出した至急住人ばかり人を出してくださいよしあなたもどうかご一緒に承知したどこだ例の家の開花の部屋にもちろんおいでくださるときには庭の門まで迎えに出ます分かった うだろうね、もちろんはい十歩ばかり手前で自動車を止めて口笛を吹いていただければまず門を開けますそっと吹いてください家のものに聞こえないように5捜索課長は主任刑事の請求どおり直ちに出張の命令を下した ガニマール刑事は真夜中少し過ぎた頃家の明かりがすっかり消されて真っ暗になったのを見計らって開花に出て呪髄死を待っていた口笛は静かになった門は音もなく開かれた会見は密かにかつ敏昇に行われた巡査らは全て主任刑事の命令のもとに行動した捜索課長と主任刑事の二人は 足音を忍ばせて庭を通って家の中に入った一体どうしたんだ何だいこのざまはまるで泥棒のようじゃないか捜索課長はいろいろガニマールにささやいたがガニマールは返事もしなかった課長は彼の挙動が尋常でないのを見て取った課長は彼のこんなに興奮しているさまをかつて見たことがなかった どうした変わったことでもあるのかい課長も引き入れられて緊張せざるを得なかったはい今度こそは課長しかし実に自分にも信ずることができないような事件ですでも断じて謝っていません全く真相をつかみました事実とは思われない事実です全く嘘でも誤解でもありません 真実です。主任刑事は額の汗を押し拭いながら充血した目をあげてこう言った彼は冷水をぐっと飲み干して気を落ち着けるとさらに碁を続けたこれまで私は何度という何度もしくじりましたが今度こそはそんなことはどうでもいい事件の方を結局どうしたいや まかかく言わねばおりりになりませんよ。私の実験したいろいろな事情を申し上げねば合理的な順序であることがお分かりになりませんよガニマールの意外な意気込みに課長も声を落として聞き入った「これまで何度もの失敗に私は散々な目に遭いましたがでもそれによって自然彼との戦いの作戦に経験を積んだのです」 そこで本件についても事件を聞くとすぐ思いついたのはルパンというやつはこうすればどうなるという結果を考えないでは何事もやったことはありませんだからあの壁布が盗まれれば当然の結果としてスパルミエント氏が自殺するくらいのことを考えないことはありませんしかるにもともと彼は人を殺すことは断じてしません 血を見ることを華々しく嫌っている彼が自殺することを予期しつつ壁布を盗んだことが第一の疑問ですしかし560万フランもする錦の壁布には変えられないと言われますかそうだいいえ課長ルパンはいかなることがあろうとも物質のために人命を奪うようなことはいたしませんもちろん 自ら手を下さないばかりでなく全ての死の原因となることを避けるのは彼の持ち前ですするとあの前夜の招待会で伝統を消したり伝令を鳴らしたりしたのは何のためでしょうこれが第2の疑問です私はその一行動をもって恐怖不安怪異の心を起こさせ 本件に対して人の権利をくらまそうとする真犯人の策略だと思いますがいかがでしょうさあ最もっともふん妙したことではありません私自身も本問題は考えれば考えるほどいよいよ合点がいかなくなってしまいますただここに一筋の巧妙は共犯者かそうです 来客中に紛れ入って伝令を鳴らし3回後、店内に隠れてそこです、そこです。店内へ不意に忍び入ったものにはどうしても壁布を盗むことはできません。誰か店内にいて盗み出した者に相違ないのです。そこで、来客名簿を調査しなければなりません。ああ、うん。それよりもまず出入りの人数を調べねばなりません。客が来たときにも。 帰るきにもたんてい3にんでなまえをひかえていましたところが63にんきて63にんかえりましたするとていないのものがそうですめしつかいかいいえたんていかいいえじゃあないぶから。 本件が行われたとすれば課長は焦りたったそう言いありませんガニマール刑事は断然として言明した彼の絶対には火がほとばしるほどの熱がこもっていた彼は少しも疑惑せず堅い自信を持ってさらに解き出した全力を挙げて研究しました いろいろの方法もみな同じ結果に集まってきました。それは私の確信を与えたものです。それは真に驚くべき理知的な法則です。はあ。理論から言っても実際から言ってもこの窃盗は邸内に住んでいる共犯者の手を借りなければ行うことはできません。しかるにその共犯者がないのです。 変だねどうして共犯者がない実に変ですしかしもう一歩進めて考えると同時にそれは恐ろしい真理にぶつかりますえ実に捉えどころのないほどの真理ですしかし十分の根拠があるんです課長お分かりになりませんか呪医師はしばらく沈黙した そして課長にも主任刑事の胸中と同様の施策が波打って起こったいくく、でででもももなななたちとすると、するまだ残っている人がありますよはがく然として身を震わせた。 だって君、そんなことがあるはずがないなぜですまあ考えてみたまえはいそんなそんなバカなことがどうしてです考えられもせんじゃないかそんなバカバカしいスパルミエントがルパンの共犯者だなんて ガニマールはにやりと笑った「ごもっともです」しかしお考えください大佐がルパンの共犯者とするとすべての問題を解くことができるんです夜中に3人の探偵が開花で見張っている間にいやむしろ大佐から強いシャンペンのご馳走になって前後も知らず眠っている間に大佐は壁布を外し部屋の窓から外へ出しました その方面の絵画の部屋の窓は全部塗りつぶされてありますから見張っていない町の方の窓の方からです。課長は笑い出した。だめだめなぜですなぜといって大佐がルパンの共犯者とすると仕事の済んだあと殺されるわけはないじゃないか。どうして大佐が殺されたというんです い、現在死体が出たがじゃないか。ルパンは決して人を殺しませんだって事実はしかたがないしかもスパルミエント夫人が死体を承認したじゃないかそのお言葉を待っていました実は私もここで大いに頭を悩ましたんです突然二人が3人になったのですから第1が アルセーヌルパン第2が共犯者スパルミエント大佐第3が死体ガニマール刑事はこう言いながらポケットの中から1枚の新聞を取り出して課長に示したこの間あなたがおいでになった時私は新聞を調べていましたあの時には今度の事件と何か関係のある記事はなかろうかと思って 多くのの新聞を探していたのですところが私の予想を満足させる一記事がありましたこれをご覧くださいその新聞にはどんな記事があるのであろう昨夜リーユ死体陳列所で死体が1つ盗まれたその死体は前日郵便鉄道で歴史したもので身元不明の青年であった 死体陳列所では大問題とされている呪イ氏は黙って考えていた君はこれが関係があると思うかリーへ行って実費を垂らしましたがこの記事に少しも間違いはありませんその死体はスパルミエント大佐が招待会を催した夜盗み出されたもので。 1一両の自動車に積まれすぐビルダブレイへ運びその自動車は鉄道沿線に日暮れまでいたそうですトンネルの辺りなんだねそうですするとそこでスパルミエント大佐の衣装をつけて引かれていた死体はその死体と同一なものだというのだねそうですしかし、かそうなると、 この事件のさいしょかべぬのだろう最初壁布を1まいぬすみつぎにそれをとりもどしこんどはいったいどうしたというのだろうあのしょうたいかいあのそうどうもわからないなまったくきかいですかちょうもっとはなしをすすめねばなりませんルパンと スパルミエント大佐との関係です。これは素晴らしい厳密な理知に発足しておりますよ。うん、はあ。共犯者などを考えることが間違いなんです。そんなものは無用です。自分一個で、ただ一人で計画しかつ実行したものです。どうしてわからないね。ジュズイ氏は ガニマール刑事の言葉ごとにあきれいるばかりであった刑事はニコリと微笑を漏らして驚かれたでしょう課長あなたがここへ私を見に来られた時ふとこの考えが湧きました全く驚き入りましたあいつのてれんには慣れていますから大抵のことは心得ているつもりですが今度という今度はさすがに面食らいましたよ 冗談じゃない。どうしてです。そんなことがあるものか。あるんです。しかもまことに当然なことです。一人で三役務めているんです。子供にだってこんな問題はわかりますよ。まず死体は嘘だから取り除けますよ。あ、はあ。あとにはスパルミエント大佐とルパンとの二人が残るでしょう。 うん、それから他から入っていないしうちのものにも他にはないのですからスパルミエント大佐こそはルパンかそうですか長。ブレジリアの富豪という化けの皮をかぶってキャッツは6か月前にスパルミエント大佐と称し英国を旅行している中 錦の,の壁布の発見されたことを聞いてそれを買い込むとその中一等いいのを盗まれたと言ってルパンに世人の注意を向けルパン対スパルミエントの大芝居で世間の人気を集め招待会で来客を驚かしすっかり膳立てができると献立どおりのごちそうを頂戴したのです大佐は死んでしまった友達からは惜しまれ 世間かららは気の毒がられ、そして本体の最終目的たる多大の利益を握るためにと言いかけて刑事は課長の顔色を伺いながら愛妻を残しておいたのですエジス夫人だねそうです君は本当にそう思うか思いますとも 目的もないのにこんな芝居をやるものですかそれは莫大な利益だって利益といったところでルパンが壁布をアメリカとかへ売るというだけのものだろうそれならそれならスパルミエント大佐にだって売れますこんな芝居をやるがものはありませんじゃあ他にもっと金の入ることがあるんです 金が入るというとそら課長スパルミエンと大佐ははじめ1枚取られた時大損害だと言って騒いだでしょうそして今度大佐は死んでも後にサイ君が残っているでしょうそらそのサイ君の手に入るじゃありませんか入るって何が何がって そら、保険金が聞くと同時に呪髄氏はあまりの驚きにううとなった初めて事件の真相が彼の面前に展開されたのである7いやなるほどそうだそうだ 大佐は壁布を保険にかけたなしかも少々ではありませんいくらだ80万フラン80万フランそうです5つの会社へ夫人はもうそれを受け取ってしまったか昨日15万フラン今日は私のいない間に20万フラン あとは今週中に受け取ることになっています驚いたなあ私のいない時に感情をしていますが折りく帰り道で私の知っている保険会社の社員に会ったのですっかり話を聞きましたしばしあぜんとしていた課長は思わず太い気を吐いて実に恐ろしいやつだなあ全くです ずいぶん巧妙にできているではありませんか45週間も誰一人スパルミエント大佐を怪しむものはないのですからいかに巧妙な感索であるかが分かります驚くのほかありません世間の疑問憤怒、探索をルパン一人に背負わせているんですそして一方あの伝説の中から出てきたようなエジス夫人が泣きの涙でうまく努めているのですから 保険会社などは点で損害などは眼中になく少しでも夫人を慰めえれば満足だとするくらいですからキャッツの計画は守備よく運んだものです2二人に互いに顔を見合わせてあきれ返ったやがて課長は口を開いたその夫人は一体何者だソーニャ・クリシュノフおお<う>。あなたが 去年逮捕したことのあるロシア女か王冠事件の時ルパンが逃がしてやったそうですああ、うん、僕も世間並みにルパンの計略にかかってすっかりあの女に気がつかなかったよなるほどこう話が決まってみると思い出すことがあるソーニャのやつ確かに英国女に化けているのだ あいつと来た日にゃ、ルパンのことなら死ねと言えば死ぬくらいに惚れ込んでいるんだからなあ。いや、よくやってくれた。感謝する。さすがはガニマールくんだ。課長は、固く主任刑事の手を握って称賛した。お褒めに預かって恐縮します。まだ拾い物があるんですよ。なんだ例の、ルパンのウバ。 ビクトルはいそのおばあさんも今スパルミエント夫人のソーニャ・クリシュノフについてこの家に来ていますよそのままいや料理人に化けてそいつはありがたいまだありますよ課長呪瑞氏はいきなり刑事の腕を両手で握って踊り上がった ガニマール刑事の手も震えていたまだある何が何がって今頃何のためにあなたにご足労をかけたと思われますソーニャやビクトワールのごとき小魚なら何もあなたの手をわずらわせはしませんあんなものならいつだって縄をかけられますすると両人の目はらんと光った わかりませんかやつがいますよ。いるいるのです。隠れてどうしてずうずうしく、召し使いに化けて。さすがの課長も、ルパンのあくまで大胆なのに傍然として、実質線ばかりであった。ガニマール氏は、 みつつソうニゃがもしヘマをやるかと心配して第4の役を背負って戻ってきたものです保険金を受け取らぬうち尻尾を見せてはせっかくの苦心も水の泡なので自分がいて采配を取らねば心もどなかったのでしょう3週間前から私の行動を陰にいてうかがっているのですどうして見極めをつけた もちろん顔ではわかりませんキャツは独特の変装術を心得ていますからとても見分けはつきません私もまさか召使いに化けて入っていようとは思いませんでしたところが今晩ソーニャとウバのビクトワルが階段の影の真っ暗なところで立ち話をしているのを盗み聞きますとウバが召使いを呼ぶに「坊っちゃん坊っちゃん」と言ってるじゃありませんかその坊っちゃんで ようやくはっと気づいたのですビクトワルは今でもやつのことを子供のように思っていつでもこう呼んでいるのです私は決心しました何べん追跡してもかつて手を触れることのできなかった強敵が今現にこの家に潜んでいることを思うと捜索課長も慌てだした今度こそ逃がさぬぞ逃げようったって逃がすものか そうですとも、女どもも一網にどこにいるソーニャとビクトワルは3階にルーパンは4階にジュズイ氏はふと不安を感じたいや壁布の紛失したときもその部屋の窓から落としたじゃないかそうですすると今度もそこから逃げ出すかもしれないよ その窓はジュフレの間に向いていたからええだからその用意はしてありますお連れになった部下を4人すぐその窓下に伏せておきました窓を逃げ出そうとする者があったら容赦なく撃ってしまえだが最初は空砲2度目には実弾を撃てと命じてありますよし万事抜かりはないなはい じゃあ、夜明けにいやキャツに限って油断はなりませんよ規則だろ形式だのとつまらぬことにこだわってそのうちに感づかれでもするとまたバカを見ねばなりません奴の手品は大変ですよぐずぐずしてはいられません今すぐ踏み込んで不意を襲いましょう憤然と立ち上がったガニマール刑事は意気込み凄まじく門外に出て6人の部下を引き入れた よし、課長用意はできましたジュフレの愛イにはピストルをあげてスワといえば一斉射撃窓窓を狙っていますさあやっつけましょう人の出入りに少しはざわついたけれど歌人の耳にはよもや入るまいジュズイ氏は正式の逮捕手続きをしていないのを不本意に思ったけれどもことは急だ 在一遇この機を逃していつまたルパンを捕まえようぞ決然として奮い立ったよしやっつけろ手に手にピストルを握ってひたすらルパンを捕らえることに心奪われつつ足早に階段を上がった。 ガニマール刑事はもちろんよく勝手を知っていたスパルミエント夫人の部屋に来ると扉にのしかかって叫んだ開けろ一人の警官はつと進んで肩でひとつき難なく扉は押し破られたが中には誰もいない隣のビクトールの部屋へ行った同じくもぬけの体。だ 上にいるんだ。ルパンの部屋に油断するなガニマールは一同に注意した8人一時に4階に駆け上がったしかしルパンの部屋は開け放されて同じく人影もなかったガニマール刑事は血眼になって駆け回ったがどの部屋にも誰もいなかった畜生 どうしやがったすると3階へ降りた呪髄師がガニマール刑事を呼んだ3階の窓の扉が1枚閉めてはあったがちょっと押せば開いたからである「そらここから逃げたのだ」「これが壁布を持ち出したところじゃないか」「僕があれほど言ったのにジュフレの愛外の方だ」 ガニマール刑事は怒りの鏡荒々しくそれならなぜ打ち止めないだろう伏せてある部下がまだ張り込んでいない前に風を送って逃げ出したのだろうでもあなたのところへ電話をかけた時には3人ともちゃんと部屋にいたんですが君が庭の陰で僕らを待っていた時に飛び出したのだろうそれにしても なぜ逃げたのでしょう、うん保険金を握らぬうちに今夜急に行ってしまうわけはないどうも不思議だいや実は不思議でも何でもないそれには明白な理由があったテーブルの上には ちゃんとガニマール殿という一通の手紙が置かれてあったそれはまさしくルパンの置き手紙である中にはすべての事情をこまごまとしかもそれはあたかも主人が召使いに与える説明書きのようなものであったその文章にいわくアルセーヌ・ルパン 紳士強盗予備陸軍大佐スパルミエント同下男及び全死体陳列所紛失したいたる世はガニマールと称する者の当屋敷における勤務ぶりを見てすこぶる小細やりかつとんちあるものなりと考うよってこれを証明す全力を挙げて職務を禁令し何らの根拠なきによく世の計画を看破し 保険会社をして45万フランの損害を防ぎ得たり、ただし絵画の電話はソーニャ・クリシュノフの部屋に装置されある電話と相通ぜることを知らず捜索課長へ通報すると同時に世にいち早く事情を報告したる功により莫大なる保険金の損害を容赦しかつその機敏なる知能を称するものなり。 もしそれ電話装置をカンパし後預りしごときは対抗中の将化合もその勝利の値を現づべきものにあらずここに簡単と尊敬との意を表す以上アルセーヌ・ルパン ご視聴ありがとうございました。おすすめの朗読動画はこちらになっております。どうぞ、合わせてご視聴くださいませ。